はい、今回も始まりました。ためになるぶっちゃけトーク、パーソナリティの高橋光弘でございます。この番組は人、町、仕事をテーマに毎回ゲストをお呼びしていろいろなぶっちゃけ話で教えていただきます。ということで今回のゲスト、ぶっちゃけ先生はですね、クラウドファンディングのアドバイザーでありスポーツキャリアプロデューサーとしても活躍されていらっしゃいます、全福まなぎ先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、クラウドファンディングのアドバイザーの、お立場としてですね、お話をお伺いできたらと思いますので、改めてそのあたりの自己紹介もですね、含めてお願いできますでしょうか。はい、全福まなぎです、クラウドファンディングのアドバイザーという、肩書きで少し活動させてもらってますけど、はい、まあ、実際は私がスポーツ選手のサポートをするにあたって、その資金調達っていうことで、クラウドファンディングを2回達成して、そうですよね、はい、でその後コロナ禍でやっぱり現役の J リーガーがなんか社会貢献の活動がしたいっていうことで、その時もちょっとお手伝いしたりっていうことがまあきっかけで、ご相談がある時にはアドバイザーとしてまあできることをやらせてもらってる感じです、ありがとうございます、ですね、本当にこの番組をお聞きの皆様もですね、クラウドファンディングやってみたいんだけどもやってないっていう方はまだまだ圧倒的なのかなと、ちょっとずつ広がってきてはいると思うんですけども、実際にやったことがあるよっていうふうになるとまだまだ少数派なのかなと思いますのでですね、ぜひそういった皆様の背中をですね少しでも押せたらと思いまして、今日いろんなお話をお伺いできたらと思いますけども、まずはですね、実際のご自身のそのクラウドファンディングプロジェクトのですね成功事例がございますので、改めてそちらを皆様に教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、やっぱり一番大きいのは、元 J リーガーの方で、1型糖尿病という病気を、抱えながら、選手として12年通算16年活動してきた方がいるんですけど、その方の、子どもたちに向けた1型糖尿病の活動をね、後押ししていくっていうことで、クラウドファンディングを、結構大きなもの規模かな、として2回やらせてもらったのが数百万円でしたもんね。確かそうです。1回が、450万円、はい、でこれはもうほとんどが、その子どもたちの夢の後押しをするということで、スポーツをやっている子、特に、サッカーやってる子なんですけど、皆さんも知っているレアル・マドリード、スペインにある有名ですね、最も有名なチームの一つですけど、そこに同じ1型糖尿病で現役の選手が活躍されているので、その試合を見に行こうというのがそのプロジェクトなんですけど、それの渡航費とか、現地でのこう活動費とか、そういったものを集めるということで、1回が450万円、それを2回達成してっていう。2回ですからね、ちなみにね、先ほど最初にご紹介いただいた1型糖尿病とはというところをですね、少し教えていただいてよろしいですか。はい、多分皆さんよくお聞きになる糖尿病って言われてるものは、2型って言われて、2型なんですね。そうなんです、で、生活習慣とか、あとは遺伝の方は、なるほど、2型に該当します、後から糖尿病になっちゃったよっていう方ですよね。そうですね、はい、あといわゆるメタボでとかね、ドキって感じですねそうなんです。で1型はですね、原因はちょっとわからないんです、まだ、である時突然、発症してしまう病気で、ちょっと膵臓の機能として、インスリンが出なくなってしまうとか、もう少量しかインスリンが出ないっていう状態になってしまうっていうのが1型糖尿病なんですけど、そちらはもう、早いお子さんだと生後何ヶ月でとか、あと一番多いのは小学生ぐらいで、発症してしまうというケースが多いので、なるほど、なんか小児糖尿病っていう言われ方もしたりするんですよね。そんなね、1型糖尿病の、子どもたちを勇気づけるために、レアル・マドリードの選手を見に行くためにね、その渡航費
含めてのそのクラウドファンディングを2回ね、その数百万規模で成功されているわけですけども、はい、やはりこのぶっちゃけトークとしてですね、うん、やはりぶっちゃけまずは何が一番その成功において大事だったかっていうのをいろいろなファクターあると思う中でも、うん、とりわけこれ大事でしたよっていうのをですね、うんうん、ぜひ皆様にまずは教えていただけたらと思うんですけども、どのあたりでしたでしょうか。一番大きいのは、うん、私もアドバイザーって言ってるんですけど、うん、私はクラファンをやるまでにこういうことを考えた方がいいよ、うん、準備した方がいいよっていうことを割とアドバイスしてるんですけど、うんうん、実際のクラウドファンディングをするときは、はい、その会社に、うん、アドバイザーの方というか、うん、いらっしゃるんですよ。なるほど。お手伝いしてくれる方、クラウドファンディングの会社の方、そうですね、プラットフォームの方で、うん、サポートに入ってくれる方いらっしゃるんですよ、うん、でもやっぱり手数料とかが少し上がってしまうんですね、うん、お願い、サポートお願いすると、うんうん、だからみんな、初めて挑戦するのに、うん、自分たちでやるっていう人が多いんですよ。なるほど、はい、ぶっちゃけて言うと、うん、サポートに手数料払ってでも、うん、サポートしてもらった方がいいっていうのがまず一番のぶっちゃけです。あ、これね、僕も前にね少し聞いた中で、うん、うる覚えではあるんですけど、改めて今お聞きして、うん、そうなんですよね、うん、確かそういったちゃんとサポートの方が、まあ、優勝ではあるけども、うん、そのクラウドファンディングのいろんなねそのプラットフォームを提供しているプラットフォームの会社の方でご用意されていて、うん、そうか、その方をちゃんと使いましょうと、ケチらないでね。そうです、それがまず一番の、そうか、うん、1回目のその全福さんの成功事例においては重要だったポイントということですかね。そうですね、はい、実はそれも、少し遡るとですね、うん、その前に私個人的にちょっと自分の主人の活動でクラウドファンディングにもうだいぶ前に挑戦したことがあったんですよ。あ、なるほど。でその時はやっぱり手数料のこともあまり分からなかったですし、うん、サポートにそういった人が入ってくれるというのも知らなくて、自分たちでなんかその書類を見ながら、うんうん、プラットフォームの書類を見ながらチャレンジして、うんうん、全然到達しなかったんですよ。あ、だからその失敗も実はあって、うん、でやっぱりサポートをつけるっていうことがどれだけ価値があるかっていうのを、うんうん、感じたので、うん、その高額のサポート、クラウドファンディングの時はもうすぐお願いしました。なるほど。具体的にその、まあ、全福さんがその取り組まれた2回のプラットフォームは何ていうお名前でしたっけ。レディフォーですね。レディフォーですね、はいはいはい、そのレディフォーのご担当者と そのサポートって具体的にどんな感じで始まっていくんですか。最初もうヒアリングの段階から、はい、結構こっちの熱意をまず伝えるじゃないですか。あ、なんで必要なのかという。そうですね、うんうんうん、でこういうことのために、まあ、その資金を集めたいとかっていうことを伝えたときに、うん、向こうの方がヒアリングしながら、うん、こういうことがもう少し社会性があると、うん、あ、このプラットフォーム活用してクラウドファンディングやりやすくなりますよとか、その段階から結構ヒアリングしながらアドバイスっていうのもあるんですけど、あ、なるほど。まずしっかりそういったお話をヒアリングの段階で、うん、自分の考えはある程度またまとめておいて、うんうん、まずヒアリングしてもらう、相談乗ってもらうっていうのがすごく重要なのと、うんうん、あとはそうですね、熱意だけだとやっぱり、うん、結果が出ないものなので、うん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 、どちらかというとその方々がやっぱり持ってるノウハウとか、うん、そういうものがあって、うんうん、経験値が、うんうん、そうか、はい、うん、どうやったらこれ成功するんですかっていうふうに私は最初の相談の時から結構聞きました、うんうん、そうか、そこはもうそれこそこちらがぶっちゃけて、うん、本当に教えてくださいと、うん、肩肘張らずに、うん、だそう言ってちゃんとまず心を開いて、うん、そのサポートの方と向き合うことが大事ですね。まずそこかなと思います。あ、なるほど。そこからじゃあ、まあ、そのご担当者の方とね、うん、まあ、二人三脚というか始められて、その次にそのぶっちゃけのポイントとして、これやっといてよかったなっていうそのサポートの方のご活用以外でどんなところがありましたでしょうかね。もう毎日のように何かで情報を発信する、
そのレディフォーにブログ、うん、まあ、レディフォーさんに関しては、うん、ブログのような新着情報っていうのを書く欄があるんですけど、うん、なるほど、ブログ機能があるわけですね。そうですね、うんうん、でそれを、うん、なんかこんなことって思うようなことも、うん、そこに投稿して、うん、でそれをあの他の SNS で Facebook だったり、うんうん、Twitter だったりとか、うん、そういうものであの投稿し続けるっていうことを、うんうん、ほとんど毎日やってました、期間中。それはそのアドバイスがあってのことだったんですか、サポートの方からの。アドバイスもありましたね。アドバイスはもっと具体的で、はい、結構緻密なんですけど、うんうん、最初の1週間でどれぐらい達成したい、うん、そうすると確率がすごく高まるとか、そういうなんかもう数字があるんですよ、うんうん、相手の方に、はい、なのでまず最初の1週間はこういう動きをしましょうとか、うん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 、でどうしても期間が長かったり高額だったりすると、はい、こう期間が例えば1ヶ月とか1ヶ月半ってなると中だるみで全然数字が伸びない時とかもあるんですよ、うん、あ、なるほど。でそういうとこで結構皆さん何もやらなくなっちゃうんですけど、あ、なんかフリーズしちゃうわけですね。そうそうそう、思考停止しちゃうわけですね。わあ、つまんないなって言って、あ、失敗するんじゃないかって、そう、うん、で逆にじーっとしちゃうんですけど、うん、そここそやっぱり発信、うん、し続ける、うん、同じことでもちょっとだけ表現変えるとか、なるほど、なんかそういうので本当に発信し続けるっていうのがすごい大事かなと、うん、あ、いや、つまり、まあ、あのね、クラウドファンディングなんでね、もちろん 100% 成功するわけではない、うん、で逆に言うとその失敗する人たちっていうのは、うん、今のお話で言うと、うん、結局その投稿っていう大事なことを、まあ、広める行為の根っこになる部分をやってないっていうことが大きいんだけど、 そこに気がついてない、もしくはそこに価値を見出してなくて、うん、まあ、怠慢になっちゃってるってことですよね、多分ね。そうですね、だから結果的に気づいてなくて、うん、なんか、クラウドファンディングのプラットフォームにプロジェクトをアップしたら、うん、なんかそれでほっとしちゃうっていうか、あ、なるほど、準備だけしたみたいな、そうそう、うんうん、誰もそんなに毎日それを見てくれるわけじゃないんで、はいはいはい、誰かしらが毎日見てくれるようにするっていうのは、はい、こっちでやっぱやらないといけないことかなって。あ、なるほどですね、うん、いや、ね、今回のこのぶっちゃけトークでね、やはり、うん、そのクラファンやりたい人の、まあ、背中を後押しできたらっていうところでね、うん、今回お越しいただいたんですけど、まあね、とりあえずこの番組では今回2つねポイント、うん、まずはサポートの方をちゃんと活用しましょうと、うん、でその次はやはりその情報発信を毎日しましょうっていう、その、まあ、ウェブマーケティングというかね、うん、ウェブでのその商売のやっぱり基本中の基本の木だと思うんですけど、うん、そこをちゃんとやらないといけないですねっていうことがですね、うん、すごくよく分かりました。でもあっという間にですね、お時間が来てしまって、はい、またね、何かのタイミングでお読みできたらなと思うんですけど、はい、このせっかくね、今回の番組で善福さんの存在を皆さんに知っていただきましたので、うん、ぜひアドバイスしていただきたいんですけど、一緒に歩んでいただきたいんですけどっていう方はですね、どういうふうにしたら善福さんにコンタクト取れますでしょうかね、インターネットで。一番つながりやすいのは、うん、Facebook のメッセンジャーとかで、うんうん、まずメッセージいただけるといいのかなと思います、はい、じゃあ、Facebook で善福、はい、善福ってやると大体上の方に出てきます。あ、なるほど、これ漢字ですかね。漢字ですね、はい、善福寺の善福を入れてもらって、はい、善福寺の善福ですね、はい、ということでですね、この番組ではもうとてもじゃないですけど、もう時間的にはね、そのポイントは伝えきれませんので、ぜひ本気でねやってみたいという方はですね、善福先生がアドバイスでね、まあ、お仕事としてねアテンドしていただけますので、ぜひご相談をいただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでですね、今回の、ぶっちゃけ先生はですね、クラウドファンディングアドバイザーの善福まなぎさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回のぶっちゃけトークお楽しみに。